ダフ66セダンダフ66エステートダフ66マラソンクーペ軍用のダフ66やダフ66はオランダの自動車メーカーダフが1972年から1975年まで製造した乗用車である1975年にダフがボルボに買収された後はマイナーチェンジを受けてボルボ66と改名され 1980年まで生産された。ダフ66は従来のダフ55のフロントエンドを一新したモデルで、ルノーから調達した46馬力の水冷直列4気筒 1108cc エンジンやジョバンニ・ミケロッティがデザインしたボディなどは55と共通であった。最大の変更点は後輪サスペンションがスイングアクスルとコイルスプリングの組み合わせから、 リーフスプリングでツッタッドディオンアクスルに変更され、操縦安定性が改善された点である。ダフ600以来の歴代ダフ乗用車の特徴であり、当時は世界唯一の実用車への採用であった、バリオマティックと呼ばれたベルト駆動の無断変速機も、ベルト長が短縮され、デフギアも小型化された。ボディバリエーションは従来通りにドアのセダンとクーペ。 三ドアのハッチバック風スタイルのエステートである。スポーティモデルとして52馬力に強化されたマラソンというモデルが存在した。1973年には排気量を 1287cc に拡大、57馬力に強化されたマラソン1300も追加された。オランダ陸軍はドアのないオープンボディに変更し足回りを強化した66を 軍用車両に用いた。ボルボ 66DL ボルボ6 6ステート1975年のダフからボルボへの変更は、ボルボの売り物である安全性の強化を中心に行われた。黒いウレタンの衝撃吸収バンパー、後方視界を確保するボルボ流の中抜きヘッドレスト、ドア内部のサイドインパクトビーム追加、安全性の高いステアリングホイールとシャフトなどが与えられた。 フロントグリルにはボルボのエンブレムと車線が追加され、グレード故障も DL と GL に変更された。バリオマティックには従来なかったパーキングレンジが追加され、坂道駐車時などにトランスミッションをロックすることが可能となった。このように安全性が向上した反面、ボルボ化がもともと CVT でアンダーパワー気味だった66の車両重量を 増加させる結果を招いたことも確かで、価格も上昇した。1976年には、ボルボ流の設計思想が盛り込まれた上級車、ボルボ343が追加され、オランダ製、ボルボの中心車種となり、66は1980年に、生産中予された。ダフ、ボルボ時代を通じて、日本への正規輸入は行われていない。ありがとうございます。